このビデオでは Angular 6における Angular Material ダッシュボードのインストール方法並びにその利用方法について解説いたします。 Angular 6では Angular Material のインストールが大変簡単になりました。特に ng-add コマンドのおかげで Angular Material のインストールに付随する設定、例えば Material アイコンの設定なども自動的に行われるようになりました。まずAngular Material ダッシュボードをテストするために一つのプロジェクトを生成することにします。 ng-new ng6 ダッシュボードサンプルと入力します。 ng6 ダッシュボードサンプルはプロジェクト名です。このプロジェクト名は任意です。このプロセスには若干時間を要します。次にこのプロジェクトディレクトリーに入ります。そしてコードドットと入力してビジュアルスタジオコードを起動します。VS コード内でコントロールアットキーを入力してコマンドラインウィンドウを開きます。まずAngular Material をインストールすることにします。ng-add@angular/material@6.2.1 と入力します。このバージョン番号を指定する理由は、現時点、すなわち2018年7月21日において、最新バージョンに問題があるからです。この問題は後日解決されると思われますので、ng-add@angular/material と入力し、エラーが発生するようでしたら ng-add@angular/material@6.2.1 と入力してみてください。次にスキーマティックを利用することによりダッシュボードをインストールすることにします。スキーマティックについてはブラウザーでまずスキーマティックスガイドページを参照してください。その URL は material.angular.io/guide/schematics です。このページでダッシュボードスキーマティックが表示されますので、この中のコマンド行をコピーします。 VS コードに戻りコマンドラインウィンドウにこれを貼り付けます。そして独自のタグ名を設定します。ここでは My ダッシュボードとします。このプロセスでは My ダッシュボードといった新しいフォルダーが生成されます。次にこのマイダッシュボードをチェックすることにします。 app.component.html ファイルを開きます。デフォルトの html をすべて削除します。そしてここにマイダッシュボードタグを挿入します。
このファイルを保存します。そしてコマンドラインウィンドウで ngs-o と入力します。ブラウザーでダッシュボードが表示されます。OK です。ここでのダッシュボードはカードがベースになっており2列の構成になっています。カード1は2列を使用しています。カード2は1列1行を使用しています。しかしカード3は1列2行を使用しています。ダッシュボードとしてうまく配置されているのがわかります。この設定はカードオブジェクトによって行われています。ここではそれぞれのカードにさまざまなチャートを埋め込んでいくことにします。使用するライブラリーは ng6auto-chart です。ng6auto-chart の詳細については他のビデオを参照してください。まず、このチャートライブラリーをインストールする必要があります。ターミナルウィンドウで npm-id3@4.3.0-save と入力します。次に npm-i-ng6auto-chart-save と入力します。OK です。パッケージ .json ファイルを開いてみますと、これらのライブラリーが登録されているのがわかります。次に app.module.ts ファイルを修正する必要があります。app.module.ts ファイルを開き、ng6auto-chart モジュールをインポートします。
このファイルを保存します。次に mydashboard.ts ファイル、 mydashboard.html ファイル、そして styled.css ファイルを編集する必要があります。しかしながらそれぞれのソースはかなり長いので GitHub サイトからのコピーを利用することにします。その URL は github.com/oats/ng6-dashboard-sample です。ここに style.css ファイルがありますのでこのファイルを開きます。この行をコピーします。VS コードに戻り、style.css ファイルにこれを貼り付けます。このファイルを保存します。ブラウザーに戻り、mydashboard.ts ファイルを開きます。まず、インポート部分をコピーします。VS コードに戻り、my-dashboard.ts ファイルにこれを貼り付けます。ブラウザに戻り、再度 mydashboard.ts ファイルを開きます。mydashboard コンポーネントクラス内の行をコピーします。これはかなり長い行となります。VS コードに戻り、これらを mydashboard.ts ファイルに貼り付けます。このファイルを保存します。ブラウザーに戻り、mydashboard.html ファイルを開きます。すべての行をコピーします。VS コードに戻り、これらを mydashboard.html ファイルにペーストします。このファイルを保存します。最後に、ターミナルウィンドウで、ngs-o と入力してローカルサーバーを起動します。
ダッシュボード内にたくさんのチャートが表示されているのがわかります。OK です。ご清聴ありがとうございました。